生徒たちがどういう状況なのかっていうのの話。Hello there! 始まりました。こんにちは、チャンネルです。今回はですね、この、自分がですね、学校で働いてた時の話をしようかなと思います。で、自分は教員免許を取って、で、教員免許を取るの大変だったんですけど、それで、学校でですね、教えようですね、せっかくこんだけ時間と労力をですね、取ったんだから、ですね、教えようっていうふうに決めて、1年間やるわけですね。で、最初にオーディションがありますですね。で、オーディションを受けた時に、でまあいろいろ英語で教えるっていう時代だったんで、もうですね、だから全部そのオーディションでは英語でやりました。英語の授業でアクティビティだったりなんだりっていうのをやって、でたくさん応募は来てたはずです。で何人も自分の待ってる時とかもいたんですけど、でベテランの先生たちもいるし若手もいるみたいな感じで、で自分自身もまあ1年目になるわけですよね。その学校での教える経験とか全くない中で行ったんですけど、まあ塾とかでもすごくやってたし、あとも学歴とかもですね、やっぱりそう評価されたんだと思いますね。それで、合格するですね、するんです。でも実際入ったら教えることはなんか英語で教えるなんかとはほど遠かったですね。がっつり和訳とかでしたね。なんかオーラルコミュニケーションの授業ですら和訳やってましたね。だからなんかなって思いました。なんだオーラルコミュニケーション、オーラルってまあただ口で日本語でコミュニケーションを取るだけなのかな。みんな生徒たちはですね、そのテストに出るから訳をみたいな感じですね。訳言ってください、もう一回言ってくださいみたいな感じの、そんな授業でしたね。がっかりしたのを覚えてますけど、ただ一番辛かったのはですね、そうなんですよ、非常に辛い思い出があって、まあいろいろあったんですけど、中学生がすごい40人ぐらいでも全然手につかないみたいな、でそれに対して高校生は随分楽だったとかあったんですけど、一番辛かったのはですね、全体の会議ですね。先生たち、僕ら講師なんで、講師、非常勤講師ですね。非常勤講師と常勤は別に関係ないといえば関係ない、かなり離れてる状況なんですけど、全員が集まるっていうのがあるんです、一回。でその会議の時ですね、何をやっていくのかなと思ったらですね、それぞれの不登校の生徒たちがどういう状況なのかっていうのの話を聞いていくわけですね。いや、これはなかなか辛かったですよ。ああ、人ってやっぱり大変なんだなっていうか、人間関係ですね。ってやっぱ辛いもんなんだなって。で、自分自身も、これもいずれ話しますね、多分ね。保健室登校だったんで、一時期ですね。もう普通に授業とか受けてらんない。片頭痛がひどくてですね、もう緊張しちゃってダメで、辛かった時代があるんで、その辺の気持ちはまあ多少分かってるつもりではいたんですけど、やっぱ全然違いました。それよりはるかに超えてるっていうか、やっぱ辛いっていうですね、ものを持ってる人が多かったんだなっていう印象を受けましたね。多かったというか、まあ大体どこ2クラスに1人とか、ね、2クラスに1人ぐらいは不登校がいるわけです。でその不登校の人たちがどういう状況なのかっていうのを聞いていくわけですね。それぞれの人が説明していくわけですよ。今どういう病院に行っててどういう状況だとか、カウンセリングはこういう状況ですとか、でとりあえず家出てみましたとかね、ドア開けて玄関に出てみたけれどもそのまま吐いてしまいましたとかですね、電車に乗ってみたんだけどそのまま倒れてしまいましたとかですね、そういうのを聞くんですよ全部。その時にうわーって思ってですね、これは無理かなやっぱりっていうふうにちょっと思いましたね。自分にはこの仕事をすることはできないかなと。やっぱこういう人たちもちゃんとケアしていかなきゃいけないってなった時に、これは自分に荷が重いというか、できる仕事ではないだろうなっていうふうに思いましたね。それが辛かったですね、あれは。そういうふうな、で一人いたんですよ、自分の授業にも。その該当する子が確かに来ない、授業来ないくて、授業にいる時はすごい明るくですねいるんですけど、でもそういう風にやっぱり普段辛いですね、思いを抱えてたって思うとやるせないというか気になりましたね。
そんなことがあって、うん、まあこれは自分に向いている職業ではないんだろうなっていうふうに思ったのを覚えていますね。まあそのままね、その私立だったんで、そこに所属していってですね、行けば、その順調に上がっていけばすごく給料も上がりますし、ボーナスとかもすごいいいところだったんですけど、やっぱりちょっとできないなっていうふうに感じたのを今でも覚えていますね。はい、こんな感じでですね、私の講師時代の話をちょっとしてみました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.